あ、こんにちは、ヒロです。今回はネットビジネスの世界とか人生は全てが自己責任という話をしていきたいと思います。よくですね、起業家育成とか自己啓発とかのセミナーに行ったらですね、今の生活がうまくいってない人とかいると思うんだけど、全部お前のせいだみたいなことを言われて、ショックを受けるんですけど、ネットビジネスの世界でもこの考え方が基本です。今生きている人全員に言える話でもあるんですけど、まあ特にですね、誰かの下とかで働かないで、こう自分で起業して独立をしようとしている人は、特にこの考え方が、できるかどうか、この考え方ができるかどうかが、超重要になってきます。ので、よく、聞いてほしいと思います。金持ち父さんの本とかに、まあ僕もよく読んだんですけど、金持ち父さんの本に出てくる、ESBI っていう、話があるんですけど、キャッシュフロークワドラントっていう、金持ち父さんの、そういう本に書いてるんですけど、S の世界、ここですね、ご覧の方から見たら、S の世界とか、それを自動化したら、ここの B に行けるんですけど、ビジネスオーナー、S はセルフエンプロイで、E がエンプロイの略で、で、ビジネスオーナーで、最後は、インベスターだったかな、投資家なんですけど、S の世界とか、B の世界はですね、ネットビジネスの世界も、これらなんですけど、これらの世界はですね、誰かがこう何かをやってくれるわけではないので、すべてですね、自分が源っていう考え方をするのが基本です。なので、今招いている現状、私がここに住んでいるとかっていうのも、すべて、自分が引き起こした結果なんですよね。それを言うとですね、あそこで、あいつが騙してきたから、とか、なんか、あの時に誰々が何々してくれなかったからとかっていう、とかですね。あと、環境が悪かったとかって言ってもですね、っていう人がいるんですけど、って言っても、ほとんど 99% は、自分のせいなんですよね。それをですね、ちょっと今から説明したいと思うんですけど、一般の人がですね、1日に、平均、もう本当に一般の、普通の方ですね。一般の人が、1日にこう選ぶことができる、選択肢がですね、平均2万あるって言われていましてですね。で、その2万ある選択肢の中から、これをやろうとか、これをやろうとかっていう選択を、選んできて、今のあなたがあるわけだと思うんですけど、例えばなんか読書をしようとか、こういったように、動画を撮ろうとか、どの大学に入ろうとか、どの友達と遊ぼうとかっていう、その選択の中で選んできたんで、例えばですけど、会社に奴隷のように働かされて、されたりとかですね、変なものを買ってお金を、騙し取られたとか言ってもですね、とか、あと、誰かに馬鹿にされたりとか、誰かにあといじめられたりとか、あとはですね、お金を貸したけど帰ってこなかったとか、誰かと一緒に仕事をして、その誰かが、そのビジネスパートナーが仕事ができない、から、なんかうまくいかないんだとか言ってもですね、とか、あと、結婚した相手が悪かったから、自分は不幸だとか、そういうことを言ってもですね、元はですね、元はといえば、最初に自分が、自分が、その道を、その選択肢を判断して、それを選んだから、それで、その結果、自分に何かしらの、原因、そういう原因があって、その状況を引き起こしているっていう、っていうこと、なんですけど、義務教育と、くらいまでは、その辺はですね、義務なんで、やらないといけないんで、自由はあんまり効かないかもしれないんですけど、効かないと思うんですけど、人生っていうのは、選択の積み重ねなんですよね。これをやって、例えば高校はここに行って、その後に、就職するか、進学するかっていう選択肢、
で、まあその中でも、その、まあ、学校に通ってる間も誰と遊ぶとか、まあ部活は何をやってとかっていう、まあその選択の積み重ねが人生なんですよね。で、まあ結婚相手は誰を選ぶかとか、まあその日々の、まあ生活習慣とかも、まあその選択の、まあご飯食べるところとかから、まあすべてこう選択の積み重ねだと思うんですけど、なわけなんですよ。まあそういうわけなんですよね。だからですね、まあこれをやったからこうなった。まあこれを選択したからこういう結果になっているっていう、まあそういう考え方をすることが大事です。まあ僕もですね、まあ間違いなくですね、迷惑をかけないとかって言われてですね、まあ過去にこうお金を貸してしまって、数百万の、借金を作ってしまった経験とかもあるんですけど、まあそれを全部僕が悪いわけです。その人を信用して貸したのは僕だからです。まあその時にですね、まあ他力本願的なこう考え方をしていなかったり、まあ僕はですね、もっと人を見る、見極める能力がもっとあったりしたりとか、まあ最初からこう僕がお金の貸し借りは最初からしないってことで決めて、まあそういうのは断っていたらですね、そうなってなかったわけです。まあそれとか、まあ僕がですね、まあちょっと付き合ってた方がいるんですけど、まあ付き合ってた人に、まあ携帯を貸していたことだったんですけど、まあ携帯電話のお金をなんか約束した、以上にこう、まあ使われてしまうっていうことも、まあそういう経験もあるんですけど、どんなにこう約束をしていたからといっても、まあその相手をこう信用した、まあ自分が、まあ僕が悪かったわけですね。なので、今のこの、まあ僕の話からも、言えるようにですね、まあ責任をこう誰かにこう押し付けようとするのではなくて、自分の行動一つ一つに、責任を持つっていう、そういう意識を持ってほしいんですよね。まあさっきも言ったように、こうご飯を何食べる、ご飯は何を食べるとか、まあ水は何を飲むとかっていう、まあそんな些細なところから、まあ、責任を持ってほしいと思います。なので、まあ、そうですね、先ほども言ったように、こう、本はこう、何を読もうかとか、遊ぶ人は誰と遊ぼうかとか、飲み会に誘われたけど、まあ、断ろうかとか、まあ、遊びに行くかとか、まあ、今日は誰とデートしようかとか、今日はこう、どこに、遊びに行こうかとか、まあ、テレビ番組に何を見ようかとか、まあ、テレビ何も見え、テレビ番組はそもそも何も、見ないことにして勉強するかっていうところまで、まあ、そういう行動一つ一つ、全部ですね、まあ、全部において、こう、責任を持ってほしいと思います。行動はですね、ほとんどすべて、自分でこう、コントロールできるわけです。ってことはですね、まあ、その、結果もですね、ほとんどすべて、自分でコントロールできるわけです。行動が、すべて自分の判断で選択しているのに、起こった結果に対してだけ、他の人のせいとか、周りの環境のせいにするのはおかしいですよね。もともと自分でその道を選んだのに、まあ、起きてるその結果だけ、なんか他の人のせいにするってのは、これは自分勝手で、まあ、都合良すぎると、まあ、思いますよね、それは。でもですね、まあほとんどの人はですね、まあ責任なんて持ちたくない、ないんで、なかったりですね、自分で全部やるのは、どうなるかわからないし、まあ怖いんで、だからですね、誰かの元でこう働いてた方が、まあ他の人のせいにできるから、まあ楽だから、まあほとんどの人は、まあそんな感じだと思うんですけど、まあ多くの人はこんな考え方しかできないから、成功できないんだと思います。まあ、ここまで見ている、あなたはですね、まあ、多分ですね、まあ、成功したいと思っている方だと思うので、まあ、絶対、そういう、なんか、誰かのせいにとかしてほしくないです。だってですね、誰の人生ですかっていう話です。自分の人生ですよね。こう、誰かのせいにしている時点で、こう、自分の人生を生きていないわけですよね。そんな人が、こう、成功できるわけがないです。まあ、逆の、考え方で、成功している人を見ても、よくわかると思います。例えばですけど、まあ、野球のイチローとか、
なんですか、まあ、ビジネスですごいうまくいってる人とか、まあ、なんですかね、卓球少女の愛ちゃんとか、すごい結果出してる人とかって、こう、うまくいかないとき、誰かのせいとかにしないですよ。あれはちょっとあいつのせいでうまくいかなかったんだとかって、多分言わないと思うんですけど、まあ、そういう成功者を見ても、やっぱりこう、誰かのせいにしてないなっていうのがわかると思うんですけど、ですね、まあ、僕はですね、まあ、よくビジネスを教えて、まあ、僕に教えてくださっていた方から、まあ、原因の矢印っていうことをよく教わっていたんですけど、まあ、原因の矛先は、を全部こう自分に矢印向けなさいっていうことをよく教わっていたんですけど、まあ、そういうふうにですね、まあ、自分にこう原因の矛先を向けることが大事です。これができるようになったら、人間関係とかも、全部うまくいくはずです。こう誰かのせいにしてくる人と一緒に、普通の人は言いたくないですよね。こう、全部こう、お前のせいだろう、お前のせいだろうみたいなことを言ってくる人と、一緒にいたくない。まあ一緒に、そういう人と一緒にいたい人ってほとんどいないと思うんですけど、まあそういう人と一緒にいたら、まあ相手に嫌がられるから、まあ、そういう人と、あんまり関わりたくないなって思われてしまって、こう人間関係が良くなくなってしまうんですね。まあそんな人とこう一緒に仕事したいなとか、まあ思いませんし、まあたとえこう家族だったとしても、友達だったとしても、嫌がられるだけですよね。で、こう、人を大事にできる人のところに、やっぱりお金も入ってくるっていうことなんで、そういうふうに、こう、他の人のせいにしないで、こう、全部自分のせいだよっていう、まあ、人のところには、やっぱり人も、まあ、この人、すごい尊敬できる人だな、みたいな感じになって、人も集まってきまして、その結果、こう、お金も集まってくるっていう、まあ、人間関係が、まあ、良好になって、っていう感じで、いい関係を作れると思いますので、自己責任っていう、考え方、まあ、これ非常に大切な考え方なので、覚えておいてください。今回の、ネットビジネスの世界とか人生は全てが自己責任っていう話は、これで、以上となります。最後まで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。